こんにちは。やっほー。仕事中です。頑張って。お疲れ様。パイナミさん、花束ありがとう。福ちゃん、かわいいありがとう。今から出勤を頑張れ。はい、と。今日は実家から配信中です。どうも、見てください。パーセッチやパーです。たまたま服の色が一緒です。服の色一緒です。お母さんが私がプレゼントしたグッズをたくさん保管してくれております。尾崎せりかちゃんです。こちらも尾崎せりかちゃんです。反射しちゃう。尾崎せりかちゃんのグッズです。今ね、そう、雨がすごくて、昨日の夜から。今はなんか晴れてます。晴れてるのか分かんないけど、すごい明るくなって。本当は今日おばあちゃんと出かける予定があったんですけど、雨だから。おばあちゃん佐賀に住んでるので、佐賀から長崎来てもらうの申し訳ないのでね、予定をやめようってなったんですよ。やめようって言ってすぐに晴れ始めて今に至ります。困った。せっかくね、楽しみにしてたのに。まあでもね、そうやってちゃんと自分たちで防ぐことは大事なので、長崎は今は晴れております。おばあちゃんと一緒にね、長崎のおばあちゃん家に行こうとしたんですよ。佐賀のおばあちゃんと長崎のおばあちゃん家に行こうとしてたけど、行けなくなりました。いとこのお姉ちゃんともね、会う予定だったんですけど、ご飯に行こうって、ランチ行こうって昨日約束したんだけど、行けなかったです。風のしんさん、ハートありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさん、バラありがとう。マチャルさん、お断りです。安全第一だね。今日は自然光で配信してるんですけど、すごいいい感じの光、良いね。晴れてるの？東京いいな、いいな、いいな。こっちは晴れていますけれども、超雨予報、土砂降り予報です。なんか昨日の夜におばあちゃんに迎えに来てもらうかどうか決めるためにツイッターで検索したんですよ。長崎雨ってしたら、なんかどこのサイトの天気予報か分かんないんですけど、普通雨とかじゃないですか。でも土砂降りって書いてあって、あ、もう相当降るんだなって覚悟がそこでついた。土砂降りって書いてた。本当に降ってました。昨日もね、あの車のフロントガラスが見えないぐらい雨が降ってて、すごかった。こんにちは。和之進さん、尊い。新一さん、お断り。お腹空いたな。今日は朝からブラックモンブランっていう佐賀県の代表的なアイスと、トマトとキュウリとキムチを食べました。キムチは広島だと一人暮らしで買うと食べきれなかったりするので、あんまり買わないんですけど、実家だとね、そういう心配もなく食べれるので久々に食べました。ゴンベンさん、花束。カズノシンさん、レインボースターありがとう。やったね、キムチ。
子はお母さんの部屋で勝手に配信しているのですが、パセリのグッズ他にもあるかな、いっぱいねあるんですけどね、違う部屋にあるかな。新一さんアイスありがとう。妹は一言も喋ってくれ、昨日の一言だけでした。今日も朝さっき配信するねって言ったけど聞いてるのかも分かんない配信するねとは一応伝えたけど、グッズあるかな、どうだろう、どっかに。やっほー、階段から落下した、最悪じゃん、最悪すぎる。負傷者多くない、負傷者ばかりよ、みんな足をくじくよ、無事ですか。スイパラ来てるんだよ、無音です。スイパラ、ほうじ茶飲んでるか、ほうじ茶ラテ。あのね、昨日さ23時半ぐらいに布団に入ったら5時50分に目が覚めました。やばい、もう起きなきゃと思って起きたら5時50分だった早っ、さすがに早すぎ、そんな早く起きなくていいのに。だからもう眠たいです。こんにちは。上司が怪我で欠席。上司無事ですか？どうしたの？お大事に。ね、スイパラのコースター売り切れ、びっくりびっくり。ありがとうございます。みんなコースターゲットしてくれたってことだよね、きっと。ね。ステッカーだけ？おお、ステッカーだけ残ってた。おお、みんないろいろゲットしてくれてる。私もステッカー欲しい、欲しかったけど入荷するかな。朝ごはん作ろうと決意したものの食器洗い、食器洗いはね嫌だよね、わかるよ。私も放置するタイプ、後に回すタイプ。なんかさ、私はさ嫌なことを終わらせて好きなことをしたいから食器を洗ってご飯食べたいんですよ。でもご飯食べたら食器が出るじゃないですか、それが嫌だ。ご飯を食べた後にまた洗わなきゃいけないのが、ちょっと使ったフライパンとかはさ食べる前に洗えるけど、食べた後のやつをまた洗うのかってなる。こんにちは、仕事頑張れ。ほうじ茶ラテ美味しいです、よかったです。いっぱい飲んでね、お腹チャポチャポにしてください。今日のパセのアイスはあれあれです、あれブラックモンブランとパルムでした。以上です。仕事逃亡してきた最悪職場の人見てますか、職場の人を逃亡して人います、ここに逃げてきてる。そうだよ、今日ソフトクリームの日だよ、メールで送ったソフトクリームの写真。もう目が乾燥する、今扇風機をつけてるんですけどね、あの風がねダイレクトに来てね目が乾燥します。ソフトクリーム、目がシパシパする。
じゃじゃん、じゃじゃじゃん。暑いですね。今日は24時まで仕事。お、すごい。長丁場ってこと？夜勤？パセは今日はそのおばあちゃんと出かける予定がなくなったのでどうしようかなと思っていますね。車もね、車あるのに運転ができないからさ、免許だって車だって揃ってるのにね。揃っているというのに。おかじやさん、とうとうありがとう。昼休みさん、ハートありがとう。ね、私も知らなかったんですよ、チアのアクスタ2個あるって。メンバーが知らないところでね、グッズが出てるっぽくて。あの猫のさ、グッズはどこで販売されてるんですか？あれは他のメンバーがあの猫のグッズ出ましたって載せてて、メールとかいろいろあちこち SNS に。で、昨日 STU の公式サイト見たけどなくて、はて、猫のグッズはどこでってなった。どこに売ってるの？あ、徳島で？あ、そうなの？じゃあ徳島に行った人しか知らないグッズがあるの？私もまだ見てないけど、猫のグッズ。そうだったのか。コラ画像じゃないよ、あれは。だからさ、昨日おやすみなさいのメールに猫の画像を貼って送った後に、え、これ本当に出てる？と思って心配になったんですよ。猫は昨日メールで送った写真です。猫ちゃん、あれグッズらしい、出てるらしい。徳島か、そうなのね。ほー、コラじゃないよ、リアルだよ、白猫。じゃあもしオンラインが始まったらゲットしてください。こんにちは、やっほー、やっほほー、やっほほー。確かに7日の公演変えるかな。7日の公演の瀬取りね、ちょっとね、楽しみです。まだ確定じゃないけど。あ、現場が、そうなのか、現場って買えない人がネットで買うからってこと。あかりんさんの、え、あかりんさんちの猫あれですか、なんだっけ、鶏肉みたいな書かれてたやつ、鶏肉とタンポポみたいなやつですか。鶏肉呼びされてたやつ。涼しそうだったね、あかりんさんちの猫。私も鶏肉になろうかな。ウェディングドレス姿が欲しくて初めて生写真を申し込んだら、パッちゃんを1枚自引きできました。おお、それはついている、ランダムだからね。あれよ、ライブとか公演とかの時に、あの他のメンバー推しのお友達がいたら、パッちゃんありませんかって聞いてね、ブツブツ交換してください。カズノーシンさん、ラブレターありがとう。確かに交通費を取るか送料を取るかだよね。そうなんだよね、難しいんだよそこがね。だって現場に行っても売り切れてる可能性があるから、だからネットで買うけど、ネットは送料かかるし、でも現場にいたとしても買えるかわからないし、しかも交通費もね、と思ってたらもうオンラインで買うしかない。そうなんですよ、私も同じ気持ち。自分もさ、
自分でネットで買ってるんですよ、普通に STU のオンラインショップで。これとかも、これもね家族用に自分で注文したのよ、こういうグッズも。だからあのライブとかの時に買えるならそこで買った方がいいなと思ったけど、前にね超欲しかった沖さんのグッズがあって、沖さん の, あのポニーテールをほどいた君を見たの衣装の沖さんが欲しくて、そのうちわが欲しかったんですよ。でクリスマスコンサートの時に会場で販売があったからマネージャーさんにお願いして、あのお財布お願いして、お財布を預けて買ってきてほしいですってお願いしたら、もう完売ですって言われて買えなくて。そうなの、だからそういう時はやっぱオンラインがいいですね。もらえたりしないですね、自分で買います。あ、確かに鬼別ランダムだからね、それはそうだね。鬼別は鬼別でも鬼別って言っても16人いるもんね、2期生。そうだよね、ランダム。やっぱ地引きするのはすごい運が良いです。ねえ、ひぱひぱ。飾りたいな、これ背景に。このところ。ポン。個別のマシンセット、え。なんか去年ぐらいありましたよね、先輩たちだけ昔のそのメンバーを選べるけど、どの生写真が来るか分かんないやつだった。それで沖さんの注文しました。2019年のあの沖さんのグッズが欲しすぎて、そしたら始まったんですよ、ちょうど沖さんのランダム写真みたいなやつが。でそれで注文して買った。あるといいよね、過去のやつとか。でも過去のやつはちょっと私は写りがねえあれなので、ちょっとあんまり好きくないんですけど、顔面が、自分の顔があまり昔のはあんま見たくないんですけどね。最近のはね、あのよくねお話し会とかでも写りいいねって言ってもらえるので、痩せてよかったわね。メガネパセリ、メガネパセリグッズ今まで0個じゃん。あ、でもメガネをかけたらさ、レンズに反射しちゃうから、フラッシュとかが全部ピッピッって撮るときに反射しちゃう。休み中なのにお仕事の話する、休みがないようなものなので、まあこれがこういう活動だから仕方ない。休みだろうとメールもブログも配信も休みというわけではないので、レンズなし眼鏡ないね、持ってない。半年で14キロ痩せた。わお。何食べたの？運動？なんで、すごい。14キロ？え、激太りして14キロ落としたってこと？それとも、もうそれが普通で生きてきて急にボンって落とした。どっちかによるね。そう、ソラハさんも帰省中。ソルハさんと妹の写真が送られてきました、昨日。で、かわいいねって。かわいいもぐもぐって送ったら、こんにちはって送ったらね、こんにちはって言ってる、もう、かわいすぎるボイスメッセージが来ました。
みんなにも聞いてほしいけど、このスマホに入ってるから聞かせられなくてとっても残念です。こんにちはって言ってた。ね、元気だった。かわいいよ。昨日ね、いとこにも会ったんです。3年ぶりぐらいにいとこに会って、そしたら今6歳らしい。6歳 ?5 歳かな。5歳だから6歳だからもう3年ぶりに会ったら喋ってたんですよ。前会った時はね、喋れてなかった。え、4年ぶりかな。あの、まだ赤ちゃんだったんですよ。で、昨日久々に会ったら喋ってて、人間の成長って恐ろしい。亀さんお疲れ、ありがとう。シュンさんハート100個ありがとう。そう、びっくりした。会いに来てくれたんだって、私が来てるからって言って。あの、昨日のお昼配信でおじの声、おばとおじの声が入ったと思うんですけど、おじが一回帰ったのにわざわざまたおばあちゃん家に来てくれて、連れてきてくれたの、そのいとこで。会ったらさ、成長しててさ、一番下のいとこなんですよ。一番年が離れてるいとこが今5歳か6歳かで、びっくりした。わあ、ポケモンカード持ってた。なんか2人いてね、お兄ちゃんと妹がいるんだよね。で、妹の方がその5歳か6歳かなんだけど、で、お兄ちゃんの方がポケモンカードを持ってて、おお、これが今話題のってなった。なかなかさ、見る機会ないからさ、ポケモンカードいいでしょ、この青。これをこの前ボーリングの日に着ていこうと思ったんですよ。そしたらユミリンさんが緑かなのワンピース着てて、多分色違いな気がする。だからもしこれで行ってたら被ってましたね。そう、前髪伸びたんよ、切らなきゃ。え、多分認識してると思うよ、アイドルって。多分おばあちゃん家にいっぱいグッズが飾ってあるから、多分分かってくれてると思います。でも方言がもうバリバリの佐賀弁で、なんか佐賀の人って、あの、なんとかしよいしゃみたいな言うんですよ。例えば寝てる人がいたら寝といしゃとかなんか言うんですよ。寝といしゃったけんみたいな、寝てたから声かけなかったよっていうのも、寝といしゃったけん声かけんかったよみたいな感じで、なんかしゃを使うのね。それをそんな感じの言葉遣いをしていて、わあ、佐賀の人間だってなった。こんにちは。これワンピース、しよいなったとかしよいしゃったとか言うんですけど、だから多分お父さんお母さんの言葉が映っとるんやろうなって、ね、しゃー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 、多分しゃしゅしゃしょが多いんじゃないかな、九州。シェカラシカとか、シェカラシカは言わんけどね、セカラシーは言うけど、シェカラシーはあんま言わんかも。シェシェシェカシカシェ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 カシェカシェカラシカタタ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 タチャ。今日のメイク違うんよ、自然光なんです。メイクはいつもと一緒よ、自然光よ。でも曇ってきたよ、さっきまでめっちゃ雨降ってたんです。で、晴れたと思ったら曇ってきた。ま
愛川公園は次は七夕です。スタジオと一緒です。待っています。皆さん、私も帰省すると方言出る。昨日さ、バス降りてばあちゃんがおかえりって言って喋ってたんだけど、そしたらね、もうその瞬間から方言というかイントネーションが違ったし、声のトーンが下がるんですよ。今が作ってるわけじゃなくて、なんかさ、方言話すとき声が下がるよね、私。それに気づいた。方言出ちゃうね。でも喋ってって言われても喋れないですね。アイドルあるあるだと思う。方言喋ってみてって言われてもさ、出ない。いや、自然光ってめっちゃ大事よ。写真が漏れます。みちゅさんと、分かった、お願いしてみる。この前さ、みちゅさんと撮ろうって言ってたんですけどね、レッスンの時忘れてて。そしたらみちゅさんもメールに書いてたらしくて、次の日会った時に撮りたかったですって言ったら、メールに書いたよって言われたから、私も書きましたよって。お互い撮り忘れていました。撮るね。確かにココアさん方言出てる。ちょっと、まあ、広島、うなうなもね、方言すごい。方言映っちゃって会議で出ちゃった。そりゃ大変、会議で方言大変。え、そうだよね、出ないよね。言われてもというか、突然どうぞ方言どうぞって言われても出ないですよ、きっと。みんな、難しい。目が乾燥する。こんにちは。これのね、これのシナノソルハさんも買ったんですよ、私。メールでは書いたけど、この前ついに受け取れました。え、持ってこようかな、みんなに見せようかな。ちょっと待っててください、持ってきます。私のグッズ、いてててて、ちょっと待ってて、開けるよ。ちょっと待っててくださいね。お待たせしました。はい、妹がいなくなってた。よいしょ、ただいま戻りました。12時をお知らせします。昨日さ、お母さんに急遽帰ってくること決まったからね。なんかそしたらお母さんちょうど私に荷物を送ろうとしたらしくて、でも送らなくてよくなったから手渡しで渡されたんですよ。はいってこれを渡されて、これえってお金と思ったんですよ。お年玉じゃん、どう見てもお年玉と思って、え、これ何って言って開けたら、ソラハさんソラハさんでした。これは私が家族用にグッズをいっぱい買った時に自分用に欲しいと思って、家族に届ける、長崎に届けるような荷物にね、紛れ込ませてたんですね、私が。だからそれをやっと受け取れた。
ソルハさんです。かわいい。親戚用のグッズと一緒にソルハさんが届きました。そう、私さ、自分のグッズに課金しすぎてる気がする。毎回さ毎回料金見てびっくりするの。お母さん用で、お父さんが単身赴任してるからお父さん家用で、じいちゃんばあちゃん家用みたいなで買うから、もう大変大変大変。いいよこれ、空通信。そうちゃんです。ソラハです。じゃーん、じゃーん。これはセリカです。お父さんは元気らしい。お母さんがこの前行ってて、愛知県にお父さんとか行ってて、お土産をね、お土産をたくさんくれました。なんかピオリンのケーキみたいなやつ、プリン風味のカスタードが入ったピオリンのケーキみたいなやつが入ったお菓子くれた。あとね、なんだ、なんかね、チョコレート菓子みたいな、なんてやつだったかな、なんかお姫様みたいな名前のチョコレート菓子ありますか、名古屋、多分名古屋駅とかにあるのやつだと思うんだけど、ピンクの棒状のやつでチョコレート菓子だと思います。私ピオリン食べたことないんですよね。ピオリンチャレンジしたい。まあ、チャレンジするまでもなく食べちゃうと思うけど、あ、名古屋城かも、それかも、名古屋城かもです。有名ですか。それをくれました。だから広島に持って帰ります。メンバーにお裾分けするの。名古屋城かもしれません。そんな感じだった。なんかお嬢様みたいな、お姫様みたいな名前だった。それですね。あとこの前配信で話してた、あのさ、広島で買いたかったけど見つからなくて買えなかったうさぎのグッズがあるって言ったじゃないですか。それこれです。このあさみみちゃんっていうね、このうさぎが、あの信濃ソルハさんがすごい好きで、あさみみちゃんで、ソルハさん靴下欲しいって言ってたから、じゃあお揃いにしましょうって言って買いに行ったんですよ、広島に、広島の店舗に。だから売り切れてても人気すぎるのか。でお母さんに言ったら、長崎のお店にはあったから、あのどれか一つ種類買ってほしいと思って連絡したら、まさかのあるだけ買ってくれてて2足ずつ3種類ありました。4種類と思ったら3種類だった。じゃーん、全部で5種類あるんですけど、これはレッスンとかの時に履きます。あさみみちゃん、あさみみちゃん、あさみみちゃんです。おパンチウサギじゃないよ。最近さ、ももちゃんツイッターにさ、おパンチウサギめっちゃ載せてるイメージある。あれはどこの写真なんだろうって気になる。リッセももかちゃんのツイッターがおパンチウサギです。今これはレッスン用だよ。いっぱい履きたいと思います。あれパルコなの？パルコでやってんの？へえ。ちなみにこれは島村です。島村となんかコラボみたいな、期間限定かなんかコラボかなんかで出てるあさみみちゃんです。ビレ版でも始まったし、なんか今あさみみブームが来てるっぽい。島村ハンバーガーかラーメンかで悩む。両方だな。そりゃ両方です。
もう今日湿気がすごいから髪がねうまくまとまんなかった。ハンバーガーかラーメンかは絶対に両方。イエーイ。ちゃんと持って帰らなきゃ忘れないように。え、レッスン用の靴下消耗品です。超消耗品。すぐにもうしょっちゅう履くからすぐに毛玉がつくし穴が開いちゃう。でも穴が開いても履くんです。私ってもったいないと思って履いちゃうんですよ。でもさ恥ずかしいじゃん、やっぱ見栄え的にね。大事に履いてるのにね、そう踊るからね破けちゃう。メール返信したありがとう。終わったら読むね。ツイッターが復活したから大歓喜です。嬉しい。そう、服とか T シャツとかもさ汗かいてヨレヨレなる。これからミニストップ行くのでねするね。羨ましい。私も行きたい。いいな。長崎にはないんだミニストッピー。メルカリねパセリ着用靴下300円にもならんよそんな。私も財布をしてたんよ最初靴下とか。でもだんだんもうね次から次に穴がほげるからねめんどくさくなっちゃってね、穴開いたまま入っちゃうの。いや本当にツイッター依存だなと思った。やっぱ失って気づくんですよ大事なものは。もう生活の一部すぎてありがたみが薄れていたけど今回の件でツイッター大事やなと思った。だって気づいたら開いてるもん。でさ API 制限で見れませんみたいな出たのに出てあ見れないんだったってツイッター閉じた瞬間また開いてるから、学習しないからすぐ開く。追拝ツイートするわけじゃないけどずっと見てるからね。もう追拝よ大変。水曜日聖地巡り頑張ります。お頑張って。最近はどこ行ったかな。最近はね、あ、喫茶めくる行きました。喫茶めくるのランチ食べた。でも去年ぐらいにタルト食べたんですよ。ソルハさんはねキャラメルパフェ食べてたよその時は。去年とかぜひ。大体2人一緒に行ってるからね同時に聖地巡りできます。よかったねそうアイドルの仕事ってさツイッターやっぱね、どこどこでライブがありますとかグッズが出ますとか全部ツイッターじゃないですか。おはようツイートとか。こんにちは、お疲れ様。今日も制限600ツイート見たら制限かかるって書いてあったけどさ数えてないから分かんないよね。気づいたら制限かかってた。ぶっかりあんこさんお断り。昼間から昼間からお断りよ。来週4連休。おいいね4連休。大阪は今日メールで送ったチュロスのアイスが美味しかったです。あとカフェ、なんていうカフェなんだろう。この前大阪で行ったカフェねすごかった。ボリュームがチーズケーキのボリュームがすごくて。道はわかるんですよ。道はね道頓堀周辺エリア歩いて行ける距離なんだけど、あそこはねでも裏路地にありました。美味しかったです。多分 SS さんのブログを遡ってやってくると思います多分。
夜でもお断り、朝でも昼でも晩でもお断り。え、そうだよね。なんかさ、土曜日の日曜日か、日曜日、土曜と日曜の間とかにさ、ツイッター制限あったじゃん。え、今日何曜日？月曜日か。あったじゃないですか。で、日曜日ってヤンマガの更新日なんですよ。で、その日がサーヤンだったんよ、今週が。だからさ、ヤンヤンファンの方もヤンマガ拡散できないから悔しいだろうなと思って、そのツイッター制限とかあるとね、拡散とかもできなくなっちゃうってなった。浦部さん、アイスありがとう。次はココアさんらしい。ソラハさん、ヤンちゃん、ココアさん、サーヤンマが、あ、レンタ延長してくれるの、ありがとう、ありがとうございます。あれはさ、順位とかってさ、今は出てないよね。一回発表されたっきりですよね。もう結果が出るまで分かんないの、あれって。どんな感じなんだ。10円パン、あ、そう、10円パンが売ってる横にありました、チュロスのやつ。新一さん、ラブレターありがとう。靴下早く履きたい。靴下また出る？途中経過、どうなんだろう。みんな見てくれてるけどさ、他のメンバーね、もっと勢いすごい気がする。月1出るの？あ、そうなの？じゃあそろそろ出る。お腹すいた、お腹すいた。本当は今日はばあちゃんといとことランチに行く予定だったんですけど、雨でやめたのでお腹が空きました。何作ろうかね。実家の冷蔵庫の中身発表したら勝手に言ったら怒られるかな。自分家だったら全然言うけど、ピーマンとピーマンと玉ねぎと、あとキュウリとトマト、あと何があったか、ナス、ナスありましたね。野菜は人参もあった気がする。あと肉は冷凍庫にありました。何にしよう、何がいいかな、何作ろうかね。そう、野菜を食べたくてね。夜ご飯が多分お母さんと食べるから我慢せず食べるので、昼は抑えておきたいなと思っているんですけど、朝からアイスをもうすでに食べているので意味がないですね。困ったね。昨日スーパーに行ったんですよ、夜ね。おばあちゃん家からの帰りスーパー行ってね、でお母さんにチョコモナカジャンボ買ってもらったんよね。でレジに行く直前で、あの妹の同級生のお母さんとばったり会って、お母さんが話し込み始めちゃって、カゴにはさチョコモナカジャンボが入ってるわけですよ。で私はどうしようと思って、ここでチョコモナカジャンボの心配をしてもなんか空気読めてないから、とりあえず一旦スーパー一周してこようと思って、スーパーうろうろして時間潰して、でまだ終わってなくて話がね、やばい溶けると思ったけど、でも大丈夫だったの。そのお店が冷房ガンガンすぎて、窓が曇るくらい冷房かかってて溶けてなかった、大丈夫でした。めっちゃドキドキした。無事でした。パリパリサクサク美味しかった。チョコモナカジャンボでした、昨日のアイスね。涼しかった、スーパー涼しいよね。カステラをね買おうと思ったんですよ、スーパーで。
いつも空港とか行って買うんですけど、お土産屋さんとか長崎駅とかのお土産屋さんとか空港とかそういう大きいいろんなカステラ屋さんが入ってるところに行って買うんですよ。メンバーへのお土産とかカステラとかそういうの買うんだけど、スーパーにあるかもしれんと思って見たけどね、なかったんですね一個も。広島とかでもスーパーに置いてるんよカステラ、でもなかったんよ一個も、本当になくて、あれ私が長崎いた頃はね、スーパーにカステラの、 あの売り物にならない切れ端のところとかが売ってあったの、だからあると思ったけどなくて買えなかった。買いに行かなきゃいけない、カステラが好きな子がいるんだ、カステラを欲している子がいて、この人毎日カステラばかり食べている子がいて、ちょっと本場のねカステラを食べ比べしてもらおうかなと思って、わあ初見さんありがとうございます、ハロー。なんて言ったらいいの、 I'm hungry Hi ギフト用のいいやつ買ってるよ、毎回買ってるよ私カステラ、帰省するたびにギフト用のちゃんと空港とかで買ってるよ。私スーパーの切れ端のまだ買ったことないんですよね、だからね買ってみたいなと思ったけどなかった、なかったです。安心してください、メンバーにあげる用じゃなくて自分用に切れ端を買おうと思っただけだから、普段からちゃんと買ってます。ラーメン混んでたのでハンバーガー屋さんに来ました。何何マックにすんの、何マックバーガーにすんの、照り焼き、私はチキン、ん？なんだっけ？チキンクリスプ。チキンクリスプが好きです。なぜかというと、学生の頃に100円ぐらいで買えたので、ね、好きです。その頃からずっと。STU に入って初めてエビフィレを食べたんですけど、美味しかったです。人気なのかな切れ端カステラ、買ってみたい、だって絶対美味しいもん、切れ端が一番美味しいよね、え美味しいとこ詰まってるよ、焼き目がしっかりしてそう、わかんないけど180円なのチキンクリスプ、そうなの、あ、なんか今やってるよね、北海道とか福岡とかなんかご当地のさマックしてますよね、何がおすすめなんですか、食べた人いる、でもさこういうの食べた人いますかって、おすすめありますかって言ってもさ全種類食べたわけじゃないじゃないですかみんな、だからおすすめ聞いても難しいよね、好み次第だもん、マックマックマック、難しいよね、明太子のも美味しそうだけど、暑いこのうち、髪の毛わー、鮭の皮食べるよ、野菜じゃなかった魚の皮食べます、食べる派です、みんなは、パスは魚の皮しっかり食べます、なんでかっていうとお腹が空くからです、もう食べるものは全部食べます、リンゴの皮も食べます、みかんの皮はさすがに食べません、でもねあのパリパリに焼かれてるのが好きかも、
ね、わかる。パリパリ、もう皮までしっかり焼いてるよっていうのが好きか。キウイは、キウイ大好きなんだけど、キウイ食べると喉が痒くなるっていうことに、あの成人してから気づいてしまって控えていますが、皮は食べません。キウイ好きなんだよ。今日も冷蔵庫に入ってたんですよ、キウイ。でも喉が荒れるの、キウイ食べると。好きなのにこんなにキウイのこと、ね、でもこの前食べました、3日前ぐらい食べました食べてみた、普通に食べれた、痒くならなかった。タイミングによるんだと思います、体調とかによって。痒くなるときは痒くなる、喉がイガイガする。鮭の皮、じゃあそうだな、他なんかあるかな。きゅうりは、皆さんきゅうりを自分で調理するときは、皮をさ削ぐ人いるじゃん、ちょっとだけ。わかる？きゅうりちょっとなんか皮取る、部分的に皮取る人いるじゃないですか。それするタイプですか？私はしないタイプ。食べる部分が減ってしまうと思ってしないタイプです。え、削るの？削るタイプ？そう、ストライプ柄、そうそうそう、する。なんかさ、最近ツイッターで見たんですけど、キュウリの先端をちょっと切ってこうやってくるくるしたらアクが取れるよみたいなやつ見たけどさ、見たんです。あ、そのコメントちょうど来た。そう、見たんですね、ツイッターで。あれってその部分だけ取れるんですか、それとも全体、キュウリ全体のアクがそこから出てくるんですか、どういう原理なのあれは。すっごい気になってる。その一部分だけやったらもうその一本全部 OK なの、全体なの。なんで、不思議、どういう原理なのね、くる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 、気持ちの問題結局世の中全部そうじゃん、気持ちの問題。私もちょっとなんかくるくるしてさ、むくみとか取ってほしい。学校で切ったよね。学校でするときはさ、なんか塩してさ、こうやって水気をさ絞ってさやったけど、みんなは違いがわかる？私はね、あのボルガってわかりますか？ボルガ、ボルガは耳が好き。パンの耳とかは食べますか？みんな、食パンとか。食パンの耳も大好きだけど、ボルガの耳が好きすぎます。え、あれボルガだよね、なんか帽子みたいなやつ、パン、あれ超好き。ボルガのあのメインだと思ってる、あそこが、あの縁が。ボルガ知ってる？え、ボルガだ、絶対見たことあるって。あの帽子みたいなやつだよ、麦わら帽子みたいな形の。サンドイッチに耳がついてるのありですか？サンドイッチだったら耳切ってラスクにしてほしいです、ね、ラスク好きだからラスクがいいかな、ね、こんにちは。そう、丸っこいやつ、そうそうそう、知らない？嘘じゃん、ボルガだよ。ボルガ川、どこにある？ボルガ川、吉弘さんありがとう。私ラスク超好きなんですよ。パン屋さんとかに売ってるパンの耳のラスク食べたいね。
もう今は腹ペコなので、ご飯のことしか考えられません。ご飯のことと暑いなってことしか考えられない。今扇風機をね直で浴びてるのにすっごい暑いんですよ。ブール？何ブール？ブールってなーに？ブール、アンデルセン、アンデルセンにあるのかな、どうだろう。ごめん、アイス食べた。私も食べたよ。私はもうなんと3個、朝から3個も食べました。でも3個中2個は箱アイスなので、サイズちっちゃいので1個です。2個で1個みたいなもんだから2個かな実質。めっちゃお腹鳴る、グーグー、やばい。ご飯決まらん。何作ろう。だってね、あれだよ、ブラックモンブラン1個と普通のサイズ1個とパルムの箱を2個だから実質2個。さっきからめっちゃお腹の音鳴ってますよ。ちょいちょい鳴ってる。ちょいちょいちょい。スーパーにアイス買いに行くべきですか。一応あるんだけどね、実家の冷凍庫にも。2箱じゃないよ、2個だよ。 2袋、箱の2袋。マンハッタンと銀チョコ。銀チョコもさ九州だけなの。銀チョコ知ってますかみんな。銀チョコはパセリの中学時代のお昼ご飯です。もうそれでできてたから体が。知ってる？銀チョコ。お昼ご飯とおやつによく食べてました。中学校の頃はあのバスケ部だったから、朝昼晩おやつ夕食とか何食食べても太らなくてガリガリだったんですね。運動量がすごすぎて。銀チョコ、銀チョコはね、あのね、銀色と青のパッケージで細長くてパンにチョコがかかってるんですよ。で真ん中に切れ目が入っててクリームが入ってるんよ、白いやつ。あれ私の学生時代のおやつ。銀チョコみんな知ってる？あれよく食べてました。あとピザパン、ピザパンもよく食べて。検索しても知らない。同じ世界で生きてた。美味しい。そうパンで生きてましたね。パンなんか購買があったから、購買お弁当か購買のパンだったんですよ。で購買はパンしかないからね、中学校の日は購買パンだった。お腹すいた。全国区なんですか。そうなの。じゃあマンハッタンは、マンハッタン、マンハッタンは広島でも見つける。きっとそれは九州だと。あ、銀チョコない。嘘。マンハッタンは硬いパン、硬いって言ってもそこまでもう超噛めないぐらい硬いわけじゃなくて、ほどほどな硬さのパン、ドーナツです。マンハッタンもあるし、類似商品も、類似商品があるの。イエー、マンハッタン美味しいよ。マンハッタンは冷やすとより固くなって美味しいです。パンコーナーにある、パンコーナーの一番上の棚によくあります。あ、そう、両友パンだと思う多分。パンコーナー見てみてください。あ、銀チョコパスコなんだ。
そうだった。ヨーヨーパンはね、多分九州かな。ヨーヨーパンのキャラクターが可愛いんですよ。見たことあるかな。ヨーヨーパン。パ。パセ。ねえ、フローリングに直で座ってるから大変。よいしょしょ、足がしびれちゃいそう。パン界のよりより、いや、よりよりに勝てるものはもうパンにはないよ。片パンぐらいかね。片パン食べたことないけど、片パン、北九州だっけ。硬いパンと書いて片パンです。肩をパンチするんじゃなくて、硬いパンの片パンです。カステラサンド大好き。カステラサンドってあれだよね、なんかモコモコの形になってたよね。違う、あれは何、あれはコーヒーサンドだっけ。あれは何ですか、コーヒーサンド、何者ですか。私が想像しているあのモコモコのこういう上が茶色のさ、均一な茶色のモコモコのパン、コーヒークリームかなんかが挟まってるやつ、何ですか。あれは何、何なの。ペーター、ペーターは何、ペーターって絶対私が見たことない。私さ、見たことない作品多すぎてもうなんかダメ。あ、ハイジ、ハイジか、ハイジ見たことないな。天然美少女ハイジしかないか。ハイジはクララが立ったこと以外わかんないね。だからクララが立つことがどれくらいすごいことかが理解できないままいます。あ、クララ立ったんだ、よかったよかったってなって終わった。ハイジ、あとあれかな、家庭教師のトライの CM とかハイジを見たのは。こんにちは。ハイジをあのパロディしたさ CM2 つあるってこと。トライさん、ハイジ、ワイの子供の頃。そうなの、放送されてたってこと。フランダースの犬、フランダースの犬はパトラッシュ、疲れたよパトラッシュのやつですか。へえ。ハイジの本名はアーデルハイト。ハしか合ってない、ハイしか合ってない。またね、仕事をもしかして。頑張って。ラスカル、ラスカルは知ってます。ラスカルはアライグマみたいなやつ、レッサーパンダみたいなやつでしょ。ラスカルはなんで知ってるかっていうと、あの長崎の銀行のあのモチーフみたいになってたから知ってる。銀行の通帳の表紙みたいなやつでラスカルだった気がします。だから知ってます、ラスカル。ムーミン、ムーミンは知ってるよ。ムーミンはさ、よく雑貨屋さんにいるじゃん。ムーミンはムーミン谷に暮らしている、ね、白いやつ。オスカルは宝塚のやつ、うん、合ってますか。オスカル、
わあ、みんな知らないカタカナばっかり並べてくる。ムーミンは妖精？あいこち好きなの？ムーミン。そうだな。あ、ベルサイユのバラか。ベルサイユのバラはなんかコスメコーナーでベルサイユのバラみたいなイラストのパッケージがあるからそれで見たかった。カバ、カバじゃない、カバじゃないよね。ムーミン妖精、バタコさんも妖精よ。私のショールームしょっちゅうバタコさんの話出てくる。安心してください、バタコさんからそういう PR もらってないです。ムーミンと寝てるの？かわいい。私はシナモンと寝てます。シナモロールをベッドの頭のとこに並べておいてるの。サーヤにタンプレでもらったシナモン飾ってます。かわいいので。欲しかったんですよ、超欲しい。あのドンピシャのね、なんかシナモンとかサンリオのやつってあの絵柄によって顔が変わるんですよ。この時期はこういう絵柄とかあって、そのちょうど私の誕生日に発売されたサンリオキャラクターのグッズがドタイプの見た目で欲しいなと思ってたら、そういう話してないのにサーヤンがさ、そのぬいぐるみをくれて、それを飾ってます。こんぐらいのサイズのやつ。ムーミン名前はないないけど、サーヤンにしようかな。トロール、あ、トロールだね。トロールって前聞いたね、ショール。トロールは知ってます。トロールは、あの、アナと雪の女王に出てくるやつ。岩の妖精みたいなやつ。トロール。合ってる？砂ふきん。砂ふきんわかるよ。あの、ムーミンの出てくる、あの、緑の帽子の方。クリアポスターとサイン生写真枕元にある。一緒に寝てるってこと？私と？じゃあいっぱいいい夢が見れるね、枕元にあったら。私今日なんか夢見たけど忘れちゃったな。忘れました。トローチ、トローチ知ってるよ。あの笛ラムネみたいな見た目の水色のお薬ね。喉が痛い時に舐めるやつね。トローチの存在を知ったのは小5の時でした。小5の時にあの一緒にいてたお友達が喉が痛いからこれ食べるって言って舐め始めて、学校行ってる時になんだそれはって言って初めて知った。食べたら甘くて美味しかった。わあ、お腹すいた。電車が20分待ちの夢、それは結構待つね。相当待つじゃん。私の地元ぐらい待つ。私の地元多分ね、そんぐらいの感覚でしか電車来ない。もっとか。東京とか行ったらびっくりするもん。しょっちゅう来るじゃん電車が。大変だ。わあわあ。ネギトロ？ネギトローチ？リンガハットにする。お、いいね。リンガハット。実家の冷蔵庫にね。なんかチューブが入ってました。リンガーハットの味になるチューブみたいなやつ。長崎にはそういうのが売ってるんだと思ってびっくり。
何でもあるよね最近。企業のさラーメンとかもコンビニとかで売ってたりするじゃん、カップラーメンとかで。すごい。トローチは1個 1.8キロカロリー。1.8キロカロリーあるのあれ。ほー、糖質は脂質、食物繊維は絶対ゼロ、塩分ゼロ、ゼロだってほしい。目が乾燥するのに汗はかく。どうして目に潤いが欲しいのにさ皮膚に潤いが来る。汗はいいんだって、目を潤わせてほしい。最近ね広島の街を散歩したら、初めてリンガーハットの独立の店舗見たんですよ。長崎とかにはねどこでもあるんだけど、あのリンガーハットのあのマークあるじゃん、赤い屋根のあれと同じ建物があるんですけど、広島って夢タウンとかそういうショッピングモールのフードコートに入ってることが多かったから、初めてね独立型のやつ見つけてね、テンション上がってお母さんにさ報告してしまったなんか長崎のもの見つけたら報告してしまうんですよね。テレビとかで広島がやってたらねお母さんから連絡来たりするし、昨日はソルハさんからあの夜の情報番組で天気予報で長崎雨やばいってやってるよって連絡が来て、大丈夫って来て、やっぱさ長崎って言ったらみんな私を思い出すのかな。雨降ってないと思うけどね、今降ってない気がする。予定なくしたのにな、降ってないですね。聞こえた？お腹の音が鳴ってます。ご飯決まらない、どうしよう。どうしよう。長崎も雨すごかったんよ。昨日の夜とかねすごかった。朝も結構降ってたんですよ。でもなぜか今晴れてきちゃった。おばあちゃんと会う約束をやめたのに、降ってくると思ってやめたのに。カズノシンさんアイスありがとう。佐賀はねそんな降ってないって言ってた。お腹すいたな、ちゃんぽん食べたくなった。ちゃんぽん、そう昨日ね車から降りるだけで大変なぐらい降ってました。びっくり。仕事始まる、もうそんな時間、頑張っていけ頑張れ。しゅんさん回復薬ありがとう。そう雨雲レーダー見たの、したらね結構長崎ずっとかかってて、みんなも気をつけてください。12時45分なの今。うっそ早い。じゃあ1時まで配信したら終わろう。結構してるよね今日、1時間半ぐらいした。もう時間感覚が分かんなくて、時計がないんですよこの部屋だから分かんなかった。そうか、じゃあもう一回紹介しとこ。もう今はもう買えないグッズです。先月のグッズかな、ん2月のグッズ3月のグッズ4月のグッズだ、4月のグッズです。もう買えません、これはもう売ってません。だから宣伝しても買えません。じゃーん。
反射しちゃう。じゃーん、パでーす。パ、パコです。あともう一個、あれもう一個どっか行っちゃった。あれやばい、どっか行ったよ。もう一個あったんですよ、キーホルダーが。自分のキーホルダーどっか消えたので、これで、はい、これは人のです。私じゃないやつ。え、どこ行ったんだろう。さっきまでさあったやんね。あ、ありました、ありました。じゃん。そう、色がねたまたま同じでしたけど、これはこの前ノイミーさんのライブに着てったワンピース。私のね好きなメンバーさんが青らしくて、青担当らしくて、青です、ワンピースです。福ちゃん、いいな、ありがとう。コカジアさん、ハートありがとう。カズノシンさん、ハートありがとう。渡辺さん、レインボースターありがとう。暑い。みんなも昼休憩終わりですか、もしかして。ありがとう、見てくれて、休憩中にね。コカジアさんありがとう。プーさん、ラブレターありがとう。しんちゃんさん、レインボースターありがとう。私はね、パセリっていうニックネームだから、あの緑とかになりがち、イメージから、ね、他の野菜にしとったらよかったかな。トマトとかやったら赤やったかな。でもトマト全然関係ないもんね、パセリ、オサキセリか、トマト関係ないもんね。好きだけど、好きだけど、メンバーカラーを青にするにはどうしたらいいの、どの名前にしたらいいの。無理じゃん、野菜大体水色じゃない、緑じゃん。ナスビ、確かに紫、でも紫大きさんだもん。あ、ブルーハワイ、ブルーハワイちゃんにする。今日から私、トウモロコシは黄色と黄緑。ああ、兵藤葵っていう名前に改名するしかないのか。兵藤葵さんになるか、そしたら青、ミドルネーム今日から、おさきブルーセリカ。ベートーベンさん、ベートーベンさん最近お会いしてないよね。最後に会ったのいつだ。トウモロコシね、昨日おばあちゃんの畑で採れたトウモロコシ食べました。美味しかった、甘かった。今ね畑でねいろいろ育ててるけど、あのイノシシが来るんだって。だからねすぐ荒らされるって言ってましたね。大変。あと雨の影響で土が流されていくから、土が足りなくなるって言ってた。大変。なんかいろいろあった。里芋、里芋、じゃがいも、トウモロコシ、きゅうり、ごま、さつまいも、ん、言ったっけ、あとなんて言ってたかな、なんかいろいろ、あ、トマト、オクラ、ししとう、ピーマン、あとなんて言ったかな、なんだったっけな。え、罠作ってた。あのね、おばあちゃん家の畑のとこに罠、網の罠こうちゃんとあるのに、それをくぐり抜けてきたらしいんですよ。トウモロコシ荒らされたらしい。最悪。おばあちゃんが頑張って作ってるのに。あとはね、なんかアイスの、アイスクリームのね、ソフトクリーム、コンビニとかで売ってるソフトクリームのさ、カップあるじゃないですか、持ち手のところ、それをあの棒につけて立てかけてたら、カラカラ音がするから、なんか動物が寄ってこないみたいなこと言ってたんですよ。
だからさ、私がいっぱいアイスを食べれば食べるほどおばあちゃんに貢献できるんだって昨日知って、これからね、私アイスのゴミをねおばあちゃんに送りつけようかなって思ったけどさ、あのわざわざ広島から送るほどのことかなってすごい今考えてるんよね。昨日ね初めてそれを知ったから、そう、え、めっちゃいいやんと思ったよその時は。でも広島からおばあちゃんにゴミを送りつけることになるなと思って、なんか申し訳ないなと思って、ね、いっぱい食べようと思います。確かに送料送料かかるか。え、でもねいつも思うことがあってね、もう一個、あの猫とかをさ来ないようにペットボトルの水とかをさ置いてるお家あるじゃん。あと CD をこう吊るしてカラス来ないようにしてるお家あるじゃん。カラス側もさもうだんだん慣れてきて来るんじゃない、どうなんですか。学習してそう、賢いじゃんカラスとかって。あ、慣れちゃうのかやっぱ。わ、今いとこのお姉ちゃんから、今日はいとこのお姉ちゃんとおばあちゃんとあのランチに約束してたんですよ。そしたら行ってきたよって聞いた。いやー羨ましい。私が大好きなお店があって、私の好きなねあのね昔から行ってるお店があって、行ってる、羨ましい、いいな、また今度。確かにみんな CD いっぱい持ってるそうじゃん、みんな CD いっぱい持ってるじゃん。何のお店、おいしいお店、おいしいハンバーグですね。いいな。大きな目を描く、なんか目を描くのさ、ちょうど昨日研究者のツアーが始まったんですよ。だからメールに自分たちのツアーの頃の写真を送ろうと思って遡ってたら、あのだるまがあったんですね、昇格祈願のだるまが。だるまの目を描くっていう儀式がじゃんけんで決まったんよ。じゃんけんでね目を描く人が決められて、でその時リンコが描いたんですけど、だるまの目ね普通さ黒い丸描くじゃないですか。でもあのリアルなあのわかるこういう人間のこういう目描いてて、その写真があったんですよ。写真が出てきて懐かしい気持ちになったね。もう今は会えないだるま、変な目描いてた。そうだよ、本当に変な目描いてた。でもリアルだったんですよ、面白かったそう、後からライブが終わった後に描き直してた。そう、東京にあるって言ってたけどねスタッフさんは。本当かな、今回なかったんですか、だるまとか。だるま、仕事に戻ります、頑張って。私もお昼ご飯を作ります。何を作るか決めてないけど、ちょっともうお腹が空きすぎたので何かしら食べたいと思います。徳島のラジオ出てた、そうなの。え、めっちゃいいじゃないですか、ツアー先でラジオ出れるとか、いいな。そう、昨日おばあちゃんの畑のお手伝いとか言ってたからさ、じっくり見れなくて、ところどころしか見れなかったんだけどね、ちょっとこの後見ようかね、アーカイブで。今日はアーカイブでねマイカー公演見てました。あー、昇格だったからか、そっか。小鍛冶屋さんハートありがとう。
ね、徳島のステージ、そうなんか結構コンパクトって聞きましたね。7人でメンバーの名刺の渡しもあった。めっちゃ神イベントじゃん。そんなのいいな、私も行きたいな。私も名刺欲しい、ください。軽トラ助手席です。運転したくはならなかった、一切。だってあれだもん、あれミッション、私オートマしかできない。オートマすらもう危うい。おばあちゃんにも言われました。セリちゃん運転最近してるのって言われたから、もう3年してないよって。だからいつか運転するとき教習所行かなきゃいけんって言って話してた。オートマしかできんよ。パス。でもね、おばあちゃんが乗ってる車とかはもう全部ミッションなんで、マニュアルなのでね、乗れた方が便利ですよね。撮ろうかね、いつか。そしたらさ、ね、オートマも乗れるようになるかな。なんかさ、ガソリン値上がりするみたいなこと言ってた。もうなんかね、自分が運転しなくなってからガソリンの値段とかを気にしなくなったんですね。でもこの前散歩中にガソリンスタンド通って値段見た時にびっくりして、おーって、ほーってなった。値上がり続いてますね。これは円安ですか。高い。そうだよね、アイスいっぱい買えるもん。軽トラは助手席専門です。助手席、あのさ、あれが懐かしかった。軽トラとかのさ、鍵ってあのガチャっていう、横じゃなくてこういう縦で押すさ、こういう、わかる、こういうやつ、ガチャみたいなやつじゃないですか。それが懐かしくて、これこれってなりました。昨日久々に乗って、普通のさ車さ、ガチャってボタン押したら全部開くじゃん鍵。でも軽トラとかってこう鍵回したとこしか開かないからね、え、懐かしかった。これこれ、こんにちは。もう1時ですか。もうご飯の時間。そう、私あとね、おばあちゃん家とかにあるさ、窓のあれ差し込むやつ好き。わかるかな、木のさ、木製の窓とかにあるさ、なんて言ったらいいんだろう、こう差し込むやつ、あれ好きです。あ、今1時じゃあもうそろそろ終わりの時間なの。そう、ねじ込むやつ、そう、あれ好きです。じゃあ1時になったから終わるか。みんなもお昼休憩あるだろうし、私はお昼休憩に行きたいと思います。障子の穴、障子の穴は昨日のおばあちゃん家の障子だね。終わろう、お腹すいたけん終わる。じゃあ皆さんありがとう、お昼付き合ってくれて。なんだかんだ帰省した時の方が配信してるの、なんでかな、ね、終わるか。見てくれてありがとうございました。あっちあっち、妹はもうどっか出かけちゃった。さっきさ、グッズ取りに下に行ったらね、いなかったです。いなくなってました、出かけてました。じゃあ終わります。
夜は分かんないんですよ。夜の予定が、今日の予定が変わっちゃったもんで。あ、パちゃんのほうじ茶ラテ飲んだ。ありがとう、美味しかった？ありがとう。私も飲みたい。生クリーム。では終わります。壇上行きます。13位シーサイドマルさん、12位シェンさん、11位マチャルさん、10位クアドリさん、9位ゼータン、8位コカジアさん、7位シュンさん、6位カズノシンさん、5位渡辺さん、4位フクちゃん、3位しんちゃんさん、2位ヨシヒロさん、1位プーさん。ありがとうございます。ありがとう、見てくれて。じゃあ何しようかな、メール送ろうかね。バイバーイ。今日みんなソフトクリームの日だからソフトクリーム食べてね。バイバーイ、またね。